妹よ、今日は戦車には乗らず、この冬のコツコツ系のイベントが2個来てるので、そちらの紹介と、簡単にだけどホリデー作戦のイベントの進め方の話をさせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。コツコツ系のイベントの一つは、スイッチさんとのコラボイベントのトークンショップで、もう一つはホリデー作戦関連のイベントの、アドベントカレンダーだね。うむ。そしたらまずはトークンショップから紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。今回のトークンの集め方はツイッチさんでの配信を見るだけでよくて、基本は月曜から金曜までの間に4時間以上の視聴で4トークン、さらに週末に4時間以上の視聴で6トークンがもらえるみたいだね。うむ。ただ最初の週というか、この週末だけは週末だけで10トークンなので、まだトークンをゲットしていない場合は、要注意だね。10トークンあれば、アイテム1個もらえちゃうもんね。うむ。ちなみにトークンの最大獲得可能数は、61トークンになってるね。そして肝心のトークンショップのラインナップに関しては、こんな感じだね。目玉報酬のプレミアム戦車さんは、ドイツティアさん中戦車のグロートラクタークラクさん、ソ連ティア牧畜戦車の SU85I さん、そしてアメリカティア7中戦車の T26E さんイーグル7さんだね。うむ。プレ車はイーグルさんが50トークン、他2両も35トークンと、1両しかゲットできないけど、1両だけのゲット狙いなら、イーグルさん狙いでもちょっと余裕があるのはいい感じだね。本当だねお姉ちゃん。取りこぼしなく全部っていうのは、ちょっとあれだもんね。うむ。それとこれはアジアだけのイベントのようだけど、ホリデー作戦特別配信もやっているようなので、そっちも要チェックだね。そしたらお次はアドベントカレンダーの紹介に移らせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。アドベントカレンダーは、ゲーム内のガレージ画面の、この緑の矢印のオブジェクトをクリックすることでアクセスできて、この画面で日付に対応した箇所を開ける、っていうイベントになるみたいだね。うむ。そして開けることによってそのマスに対応したアイテムがもらえるほか、開けた枚数に応じて、追加のプレゼントまでゲット可能だね。いいね、お姉ちゃん。しかも12枚開けた時の報酬は大きなボックスだから、運が良ければコーティアのプレミアム戦車さんを手に入れることすら、可能かもだもんね。うむ。大きなボックス80箱で出なかったタイガーマウマウを、ここでゲットしたいところだね。またこのカレンダーに関しては、もしログインできない日とかがあって、取り損ねることがあっても、天然リソースを使うことで回収可能となってるね。いいね、お姉ちゃん。ただ最終日、25日のプレゼントだけは、当日しかダメみたいなので、そこは注意だね。25日だけは日付が赤くなってるから、きっと報酬も豪華だもんね。だね。そしたら最後に、ホリデー作戦の進め方について、多分これで問題ないかな?っていう進め方が分かったので、簡単に紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。まず最初に天然リソースを使いたいのは、ツリーのレベルを2に上げることだね。レベル2でワンコをゲットできるもんね。うむ。このワンコ、毎日3回繰り返し可能なミッションを出してくれるんだけど、1クリアにつき1回、いろいろなアイテムをもらえるんだよね。もらえるアイテムは初期状態だと、一番上のものの中からランダムで1個だけだけど、クレジットやゴールドでレベルを上げていくと、それぞれの列から追加で1個報酬が増えて、最大でミッション1クリアで4個、毎日12個の報酬をもらえちゃうみたいだよね。うむ。ただレベル2と3に上げるところまでは、低コストだからいいんだけど、一番下、レベル4に上げるのに必要なゴールドが3000と、ちょっとお高いんだよね。あう。3000ゴールドは、確かにちょっと高いよね。なので迷うところではあるんだけど、毎日3回、それが30日以上あるので、1抽選あたり35ゴールド以下と思えば、そう悪くない気もするかなって感じだね。確かに普通に購入すると、フリー経験値以外は35ゴールド以上しそうだもんね。うむ。フリー経験値だけは、ボーナス時だと1ゴールド35フリー経験値なので、余剰経験値がいらないとはいえ、ちょっとあれだね。とはいえトータルでは多分お得よりだとは思うけど、課金要素になっちゃうので、がっつりおすすめするのも、って感じだね。
そうだねお姉ちゃん。そしたらツリーをレベル2にして、ワンコをゲットした次に進めたいのは、ビニーアサインメントだね。このアサインメントを進めていくと、クレジットや経験値関連のボーナスをもらえるようになるみたいだもんね。うむ。ただクレジットボーナスの方は制限がないようなんだけど、経験値ボーナスの方は、クリスマスツリーのレベルに合わせたティアの、通常ツリーの子しかダメみたいなので、そこは注意だね。クリスマスツリーのレベルが6なら、経験値ボーナスをつけることができるのはティア6、3までって感じだったよね。うむ。それとこのアサインメントを優先的に進めたいと思っても、そのための天然リソースが都合よく出るかは、って問題もあるんだよね。他の天然リソースを欲しい天然リソースに交換もできるみたいだけど、交換は50個が40個だから、絶対数としては10個減っちゃうもんね。うむ。天然リソースは最終的にターミナルトークンにできるので、交換で目減りさせちゃうのもちょっとあれなんだよね。そうだねお姉ちゃん。無理に変換しようとせず、出た天然リソースをそのまま使っちゃうのでも良さそうだよね。だね。最後に、天然リソースの入手手段になるんだけど、自分のビレッジや、フレンドのビレッジで毎日集められるほか、デイリーミッションでももらうことができるね。あとは大きなボックスでももらえるけど、こちらは思いっきり課金コンテンツだもんね。うむ。大きなボックスなら狙った天然リソースを出せるけど、天然リソースのために買うのはちょっとあれだよね。そうだねお姉ちゃん。そしたら今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。